ヤフーニュース見てたらセブンイレブンの社長がおにぎりの消費期限を倍にすると今ね18時間ぐらい店頭に置けるらしいんだけどそれを倍の1日半から2日間販売できるようにして食品廃棄を減らしていく取り組みをしていくっていうのをね、まあ、来年からやるらしいんだけどその消費期限の伸ばし方っていうのがね保存量をいっぱい入れるとかじゃなくて窒素をね梱包地に投入入入れることによってあの鮮度を保つ方法でやっていくと。 であの食品廃棄を減らしていくことは企業の責任だみたいなことが、まあ、ネットの記事に上がっててねまあ言ってることは立派だしまあいいんじゃないのと思うかもしれないんですけど、まあ、ネットの,、ね、そのヤフースのコメント見ると誰も賛同してないのねほとんどあんま賛同してる意見がないのねっていうのもね5年ぐらい前からセブンイレブンのかさ増し問題その弁当の容器を変形させて 我々消費者を騙すような行為をしてきてるわけねその量をごまかすような行為、まあ、一番有名なのがカル,カルビ弁当なんだけどこういう感じで上から見るとすっごい美味しそうみたいな感じなんだけどあれみたいなこれ二重底になってないみたいな感じで蓋開けてこうやってみるとめっちゃ薄いわけよおいっつってであと他にもサンドイッチとかも結構ひどくて、まあ、見るとね具がぎっしりみたいに見えるんだけど開けてみたらなんだこの卵の形みたいになってたりとかするわけ。 で中にはこうタレでこう押し上げて多く見せてるのもあったりね。まあ、最近話題になったひどいのはね、飲み物ね。こうパッケージで上が見えなくなっててね。ああ、いっぱい入ってると思ったらね、ひっくり返してみたら全然入ってないみたいな。でこういうい風になんか企業努力 まあしててねもう本当今プラスチック減らさなきゃいけないって言ってさ、ね、レジ袋とかも配信してるのにさセーブイレブンはなんでこんな二重要構造にしてねいっぱいプラスチック使ってんじゃねえかって批判の意見もすごく出てるしもう本当企業努力の方向の仕方がね騙す我々騙すようなことをやってるみたいな形でもう一っちゃ、ね、そのツイッターとかで見るとねまあそういう記事ツイッタート上げてる人がね多いわけねだから今回のおにぎりのことに関してもその まあネットの意見というかさ、その Yahoo のコメントを見ると、やっぱり全然背びれ目のことを信用してないみたいな感じになってるのね。まあ中にはだからその意見としてはね、そんな消費期限を伸ばして食品廃棄を減らすというよりも、まずも、 そそそもそもねその、消費期限が近づいてるものはスーパーみたいにさ何割引きとかね50%引きとかって安くすればね買う我々も嬉しいし食品廃棄も知りウィンウィンじゃないか絶対そういう値引きはしたくないんだねみたいな意見があったりねそもそも2日前のおにぎりの中かね買いたいと思う人いないよみたいなもうどうせ奥からね新鮮なおにぎり取ってて買うことになるから食品廃棄につながらないとか作る量が多すぎるんだよとかそのコンビニのオーナーとかに無理やりねそのおにぎりを搬入させて。 なんていうのかな納品させてさそっちをやめさせた方がいいって意見があったりねそもそもその何年も前からセブンイレブンは具の量が減ってきてる気がするとそんな食品ね消費費を伸ばすよりも昔のね おににぎりの量に戻してほしいていいとう意見があったり、ね、まああの窒素で何とかするって言ってるけど本当はグリシンとかねペ h ハ調整剤とか入れるんじゃないのとかまあそういう意見が多いわけよ。まあねだっていうのもその今さっき話したその企業努力の仕方ががここ最近のセブンイレブンさんは我々を騙すようなことやってるから信用できないみたいな感じになっちゃってるのね。 で、僕がこの動画で伝えたいのはねそういうね食品廃棄減らしていく努力もわかるんですけどもこういうネットの声っていうか我々一般市民の声を聞いてね昔のね美味しくて量の多かったセブンイレブンの弁当おにぎりに戻ってほしいなと思ってね上層部の方がね少しでもこういうネットの声を聞いてもらって改善そういうところも改善してもらえたらいいなと思ってこの動画を上げてみました。 よかったらですね、こう、チャンネル登録とグッドボタンを、ここのボタンピッて押してもらえるとね、こういう時事ニュースネータを上げていく励みになるんでね、よかったら応援する気持ちで押していただけると嬉しいです。それではね、また次の動画で会いましょうバイバイ